はソフィスタンスアンバサダー就任記念リモートトークライブということで、ついに5人が集結いたしました。皆さんこんにちは。はい、今回はね、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにリモートでの集合となってしまいました。どうですか、うん、まあ、ちょっとこの5人で久々に話しますけど、緊張して、あかりんはどうですか？緊張するんだけど。緊張する？直接会いたかった。直接会いたいの、確かに。なんかさ、1枚挟むことによってさ、家じゃん、しかも。めちゃくちゃするんだけど。そうなの。そうだよね。なんかさ、プライベートで会うとき全然普通なのにさ。なんもないじゃん。変な感じ。なんもない。なんか、おい、久しぶり。おい、いえいえいえ、みたいな。え、元気元気みたいな感じなんだけどさ。やっぱ改まっちゃうね、なんか。ね、改まっちゃうね。うん。さあ、ということで、なんか今日ね、昔の写真とかあるんだって。うん、まず見てみたいと思います。こちら、ドーン。あ、これは、インディーズデビューシングル、そう。うん。幼いね。みんなでメジャーデビューだと思ったら、インディーズだったっていう、桃色パンチ。インディーズもメジャーも意味が分かってなかった、ね。意味分かってなかった。そうそう、分かってなかった。さあ、そしてもう一枚あるそうなので、はい、そちらも見ていきましょう。どうぞ。はい、何何どうぞ。めっちゃ懐かしい。これは、下しちゃいけないやつだ。ねえ、みんなメイクしてないし。なんか、早見さん出来上がってる。うん、出来上がってる。都会感ある、一人。うん、都会感。うちらなんか、もさもさ出てきた感じ。本当、本当だよ。もういくの同い年でしょ。うん、あかりシティガールだね、やっぱ。シティガールだね。でもこんなにさ、子供だった私たちが今化粧品のアンバサダーやらせていただきねということで、びっくりだよ。はい、ということで、この間さ、解禁された、はい、映像は見ました？皆さん見てるんです。見ましたよ、もちろん。まずイラストをちょっと見てみましょう。はい、どーん、じゃじゃん、イエーイ。ほんとこれさ、素敵に描いていただいて、ね、嬉しいよね。マジで嬉しい。こういう時期じゃなかったらできたかもなっていう感じもあったけど。ねえ。今の人に。いつかしたいね。ねえ、絶対やろう。うん。したいけど、でも、もしこういうことになってなければ、このイラストがこのように存在しなかったって考えると、そうなんだ。確かに。なと思って、このイラストは。ちょっと、ちょっと久々にやってよ、ジョージョーって。そうですね。やってやって。AM からやる？それ懐かしすぎない？知らない人もいいんじゃないの？この間見たら、ね、ね、ね、できるかな。でもそれとはまた違うんだっけ？クールビューティーの方が後だね。あの顔がなんかこう何？日本人離れしてるからとりあえずなんか英語を喋っとけばいいんじゃないって言う。そうだそうだ。言ってたよね。言ってたよね。それでいいよ。言うよ。いいよ。やばい。My smile will change the world. You decide my future. そうだ。そう。モクロのクールビューティー、早見あかりです。そうだ、イエーイ、やばい、カラオケとかでさ、なんか歌歌ってよとか言われて、モモクロの歌を曲を歌うことはあったけど、自己紹介してよっていうのはないよ、ね、これマジで本当にやめたぶり。あかりんと一緒に過ごしてた時代っていうのが、うん、またなんかすごい時だったじゃん、いろいろ。そうね、すごい、すごい時だった。なんか、ね、期間で言うと2年半だから、全然短い。それはびっくり。そう。そうなんだよ。すごい。もっといたよね。もっといた気がする。もっといたのよ。2年半なんだ。そう、あっという間にいなくなっちゃったの。あかりちゃんはもうだって人妻よ。そうだよ。そうだよね。コメントにも書いてあった。主婦の主婦。ライブとかで話したけど、うん。改めてあかり、結果、おめでとう。ありがとう。実はお腹の中に赤ちゃんがいます。おめでとう、すごい、すごい、おめでとう、お母さんや。何、どれくらいとか聞いてもいいの？今どれくらいの？まあ、もう安定期に入ってて、秋頃に出産予定。秋？そう、秋に。キャー、え、秋にママになるの？そうです。もうね、もうママだよ、もうママだよ。もうママだよか。ちょっと嬉しいね。え、嬉しい。あの、そろそろさ、ちょっと先に教えてもらってもいい？本当だよ。うん。
で、なんか迷ってたの。変わんないね。このお仕事で会うから、会った時に、まあ話すんだろうなとか、どうやってこう伝えようかなとか考えてたんだけど、まさかの、うん、この形で、なんかどうですかみたいな感じで話をこうマネージャーさんから言われた時に、うん、またサプライズですね。いや、そうだね。そう。だって私思い出したもん。10年経ってもさ、報告の仕方変わんないのよ。やめて変わんない。やめて本当に。いや、でもすごい嬉しいニュースだから、ね。嬉しい幸せ。幸せな気持ちになった、うん。めちゃめちゃ幸せな気持ち。なんか、すごく、なんだろう。なんかびっくりもするんだけど、アカリンがお母さんってことに対しての驚きがない。なんか、もう、お母さんな感じがずっとするから。うん、確かに。なんかさ、想像つくの。なんかいいママ。お世話してもらったから、うちらも。そうそうそう。そうお世話した。楽しみだなぁ。したい。よかった。一緒に遊びたい。ね、一緒に遊んだり、家族でライブ見たりとか、うん、もう絶対、ものの日にさせようね。させよう。ねえ、じゃあファミリーシート取るね。